どうも、ミニマルです。今日はですね、カフェインレス生活をしております。ちなみに今の僕は14日目の僕です。でこの動画内では5日目の僕と、今日の僕の2編でお伝えできたらいいなと思ってます。なので動画を前編後編みたいな感じで動画内で分かれているイメージです。ぜひ最後までご覧になってください。この動画を見ていただきたい方としては、これからね、カフェインレス生活をしたいなと思っている方だったりとか、カフェインレス生活を今まで、こう挫折してしまった方とか、あとは自分にこう試練を課してですね、何かこうそういったチャレンジをしたい方とかはぜひ見ていただけるとありがたいと思います。完全に主観なんですけど、僕個人としては何かね、自分に制限をかけたり自分の好きなものを我慢することによって何か別の発見だったりとか、新しいこう何かを得れる気がしてるんですね。なので、そういったね、モチベーションとかを同じようなものを持ってる方とか、もしいらっしゃったら、ぜひコメントとかいただけるとありがたいと思います。ということで、早速本題の方に行ってみましょう。カフェイン立ちした感想、今ね、実は5日目なんですよ。5日目で、どういった変化があるかっていうところをお話ししたいと思います。まずね、1日目は特に、意外と問題なく過ごせたんですね。ただこれはね、あくまでも僕の話ですよ。僕の主観的な話なんですが、2日目からなんかものすごい頭痛くて、なんかこんなに頭痛くあると思って検索したんですよ。そしたら結構頭痛くなるっていう人多いらしくて、あ、そういうことなんだっていう内容を調べたらちょっといろいろ出てきました。で、それがね、3日目になっても全然落ち着かなくて、これ本当にやばいな、マジで辛いなと思ってそれでもね、なんとか乗り切って4日目、で4日目も結局頭が痛く1日終わりで、今5日目でやっとね、やっとなんとなく楽になってきた感じがあります。で、これはね、個人差もあると思いますし、もちろん頭痛くならないと思うんですが、僕のカフェインを今まで取ってた量っていうのは結構尋常じゃなくて、というのも、朝も結構コーヒー飲むのが習慣になってて、もう昼はコンビニで買って、夜はね、会議とか、ブルーボトルでコーヒーを買うみたいなのがまず習慣。で、持ち歩く飲み物は必ず、濃いめのお茶、濃い緑茶的なところの商品を、1日3本ぐらい飲んでて、で、お酒があんまり飲めないから、みんなとご飯食べに行ったりとかね、さっぱりしたもの飲みたいなと思った時は、コーラ飲んでたんですよ。ってなると、全部カフェインじゃないですか。その状況で生きてきた僕が、今パッタリすべてやって水、ノンアルコールビール、あと麦茶に変えてるんですね。そうなると、こうなってもしょうがないなとは思うんですが、それをね、20年とか続けてたんで、おそらく20年は持ったかな。でも大人になってから、少なくとも10年以上は確実にこのような生活をしてたので、かなりの変化です。で、5日目になって、実際に感じたことっていうのが、1つだけあって、ネットで調べるとね、たくさんいろんなものが出てくるんですけど、頭が痛いっていうのは結構よくあるみたいなんですが、なんていうんですか、寝つきが間違いなく良くなったっていうのはありますか？僕結構夜型のタイプで、夜2時ぐらいにならないと眠くならない人なんですよ。なんですけど、今回ね、カフェイン立ちをして11時半ぐらいに、久々に寝たっていうのがあって、こんなこと数年なかったんで、ちょっと感動したんですけど、自然に眠くなったんですよ。なので、そういったところは僕の主観としてはありました。で、一応今回第1弾としてこれ動画、上げようと思ってて、第2弾ではカフェイン立ちがね、自分の中で完全にできたなと思った時に、上げたいと思ってます。ぜひ楽しみにしててください。ということで、2週間経過いたしました。結果はですね、無事、カフェインレス生活を送ることができております。そしてカフェインをね、取らなくても大丈夫になってきました。いや、これが一番でかい。本当に欲しなくなったんですよね。最初の5日とかは、頭が痛かったりだるかったりとか僕はしてたんですよ。ただそれもなくなり、今はこのコーヒーを飲みたいなとかっていう感覚もなくなってきたので、非常にいい兆候なのかなと思っております。で、ただね、そのカフェに入った時とか何飲んでいいか分かんなくなるっていうのはありました。あとはやる気が出ないなって思う瞬間があって、やっぱり今までカフェインに頼っていた部分があったんだなと今実感しております。
で、そこでカフェインに頼らずどうやってやる気を出そうかってことを僕なりにめちゃくちゃ考えました。そして調べました。結果、HIIT っていうトレーニングがめちゃくちゃいいってことが分かりました。これはですね、高強度インターバルトレーニングと呼ばれるトレーニングでございます。それはどういうことかっていうと、激しい運動休憩、激しい運動休憩、激しい運動休憩みたいなことを、するっていう流れのトレーニングです。バーピーとか、あとはサイクリングマシンで思いっきり漕ぐとか、あとはこういった膝もも上げみたいなのを、激しく、例えば30秒やって1分休んで、30秒やって1分休むみたいな形でトレーニングをしていくっていうものです。でこれは僕いろいろ調べたんですけど、やる気アップとかそういったところにすごく効果があるっていうふうに書いてありました。で実際ね、それは効果の部分は僕はその専門家じゃないので 100% は言えないんですけど、僕が実感した感じだとものすごい効果はあったと思います。朝起きてすぐにその HIIT トレーニングをすることによって、まだ朝起きた瞬間って頭も体もなんかこう寝てるじゃないけど、なんかこうスイッチが入ってないじゃないですか。でそれをこのトレーニング朝することによってもいきなりスイッチ入るんですよ。で一日を通して割と長い間やる気ブーストみたいなのがかかった感じで過ごせてたんですね。それがものすごい僕の中ではいいなと思ってて、今まではコーヒーを飲んでちょっと眠いけど頑張ろうとかっていう感じだったんですけど、それを運動してから何かやるみたいなこうルーティン化が少しできるようになってきたっていうのがすごく良かったところです。カフェインレス生活からこんな流れになると思わなかったんですけど、カフェインレス生活を始めたことによって、それをどうやってカフェインなしでなんかこう、やる気をブーストさせようかって考えた時に出たのが運動でした。で合ってました。もともと運動好きですし、テニスチャンネル始めたっていうのもありますし、これをきっかけにね、筋トレもやりたいなって正直思ってます。あれもこれもやってて何だって話なんですけど、今ちょっとテスト期間ということでいろいろ試してるんですけど、結果ね、こういったダンベルとかを買ってしまったりとか、飲み物はコーヒーの代わりにプロテインを飲んでいたりとかっていう感じで本当にね、健康志向というかになりつつあります。ちなみにね、このプロテインのボトルもおすすめですよ。なんかごめんなさい、ブランドわかんないですけど、なんかマイプロテインって書いてあるボトル、これドンキに売ってましたね。でこれが飲みやすくて結構いいなっていうので気に入ってたりとかします。でこういった感じで何かチャレンジすることによって何か別のものに出会うというか、別のものに興味を持つというかっていうのがあったので、今回非常に良かったなと思います。結論まとめますと、5日目ぐらいまではすごく辛かった。で10日目ぐらいまではまだコーヒー飲みたいとかはあった。ただそれ以降運動っていうものと混ぜながらやっていったら、その欲望が減り、別のねものに代替、コーヒーがプロテインになったりとか、そのコーラが炭酸水になったりとかっていうふうに代替していって、健康志向になりつつ運動もできて、自分にこう活を入れること、こう自分に試練をすることもできるっていうので、めちゃくちゃおすすめしたいです。でカフェインレス生活に断念された方とか、これから挑戦するけど不安だって方は、とにかく最初の5日間乗り切ればおそらく、多くの人はなんとかなるのかなと思います。であくまでもこれはね、個人差が絶対的にあると思うので何とも言えないんですけど、僕はそんな感じで、でしたね。なのでね、これをきっかけに筋トレをする方が増えたりとか、カフェインレス生活をしてみたいっていう方が挑戦するきっかけになったりとかしていたらいいなと思っております。はい、ということで、今回はね、無事成功したということで、終わりたいと思います。でこれから筋トレ動画とかもね、上げていきたいと思っておりますので、そちらもよかったら楽しみにしててください。あともちろんファッションがメインですということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回お会いしましょう。バイバイ。